沖縄県衆議院第3区に立候補をさせていただいています生活の党の公認候補の玉木デニーと申します。今回の選挙は全国的には様々な争点があるでしょうね。アベノミクスの失敗、消費増税の苦しい生活負担、そして原発再稼働、集団的自衛権の問題、様々な問題をきっと国民の皆さんはこの選挙でその判断をきっぱりと下さなければならないというふうに思っていらっしゃると思います。沖縄では11月16日に県知事選挙が行われました。今までは保守、革新というふうにイデオロギーで分けられていた。ややもすると保守は経済、革新は平和、基地問題ということに、分けられてしまっていたという選挙だったと思います。ところが11月16日の今回の県知事選挙はもうこれまでのそういう構図ではなく、本当に沖縄の将来を経済も基地問題もしっかりと解決できるリーダーを保守革新問わずみんなで押し立てていこうということで押し立てて当選したのが尾長武さんという方です。 64% 余りの投票率で、その 64% の投票率で 51% の得票率、10万票という差を現職の県知事に差をつけたということは、まさに沖縄の県民の皆さんが耐えに耐え、我慢に我慢を重ねていたけれども、しかし県民がしっかりと主張することは主張するということを具現化した選挙、もう本当に、県政史上初めての戦いだったのではないかと思います。そしてそれに見事に県民の皆さんの思いが、結実いたしました。その結実した思いを私たちは衆議院選挙でもしっかり沖縄の 1,2,3,4 つの選挙区でその気持ちを固めて、しっかり全国の皆さんに示していけるように力を合わせて地域の皆さんと頑張っていきたいと思います。沖縄は日本全国のひな形になれると思います。どんな問題でも沖縄で解決することができれば、全国でもそれは十分解決する、そのきっかけになれると思います。そのきっかけになれるよう、私玉木デニーも皆さんと力を合わせてしっかり頑張っていきます。どうぞよろしくお願いします。素晴らしい、ありがとうございます。すいませんでした。そういう時期です。ありがとう、すいません、失礼しました。改めまして皆さんこんばんは。今日は金支部事務所開きが盛大に賑やかに皆さん集まってるよという話を聞きまして、先ほどちょっと北谷町でですね、2区の照屋監督さんと3区の私を応援する経済界の皆さんの集まりがありました。もう急遽、4日前に決めて、会場が空いてるからやろうということで、すぐもう急遽集まっていただいたんですけれども、尾長武志新知事を誕生させる一番、経済界の中で大きな力になったかりゆしグループの平長慶氏と、それから今日はお見えではなかったんですが、かりひでグループの小屋会長の代理の社員の方々がいっぱい、お見えでした。その他本当に名前聞いた皆さんがこう、あそこもね、ここもねっていう会社がいっぱい来ていましたけど、今日はシーにしておきますけれども、みんなでですね、この県民の皆さんがしっかりこの選択した尾長さんを支えていくということと同時に、国に対して沖縄のこれからの将来もしっかり訴えているという、それをみんなで改めて確認しましょうねという会合でした。ですから私たちは選挙ですから、どっちが勝つか負けるかという非常にその厳しい関係の中で、勝っていかないといけません。しかし負けた側を応援して、すいません、もう勝ったつもりの話してますけども、ね、選挙は負けた側だけではなくて、負けた側を応援していた人たちも同じ県民ですから、そういう人たちも含めて、この喜び、ヒアミカチューマッチの会というのは、その気持ちが集まってきたということが一番根っこにあるよねと。だから必ず正しい道をしっかり歩むという人たちを国政に生かして、沖縄の将来正しい道をやっぱりみんなに歩んでほしいと、そのためにみんなで力を合わせて頑張ろうねということの、確認をする意味での
会合でもありました。本当にありがたいなと思います。こんなにうちのアンチがですね、これやればできる、やれば我々が勝ち取ることができるということを、国に対してはもちろんですけれども、日本中の国民の皆さんにある種希望を与えた県知事選挙だったと思います。希望をですね、今度はあなた方にバトンを渡すよと、だから頑張りなさいよということを、私や、今日は2区の照屋監督先生も、2人で参加をさせていただきましたけれども、1区の赤嶺さん、それと4区の中里さん、4人揃って、その、オール沖縄の不満地の皆さんの気持ちをしっかりと、携えて、しっかり県民の皆さんと力を合わせて頑張ろうねというふうなことの心合わせの会合でもありました。本当にもうとても賑やかで楽しかったです。で、そこでですね、もう長い話はしませんけれども、今回の選挙で本当に不思議なことがたくさんあるんですけども、解散したことも不思議なんですけれども、実は選挙というのは、例えば、A さん B さんがいて、C さん D さんがいると4人ですけれども、A さん B さんがいるとしたら、 A さん B さん の考えていることを政策を訴えて、でそれを皆さんに分かってもらって、私は A さんの考え方がいいな、 B さんの考え方がいいなでというふうな、こう選択選び方をしますよね。ところが今回の選挙はですね、私の選挙も3区もそうですけども、4区でもですね、不思議な現象が起きているのは、明日、沖縄タイムスはもうこういう形で載せますよと言ったんですけれども、私の相手候補と、よく新聞でこういろいろこう会社が集まって座の中にして、こうクロス討論っていうのがありますよね、はい、質問をして答える、これがですね、3区の私の相手候補も4区の中里さんの相手候補も断ってやらないんだそうです。で、明日は私と中里さんの、要するに3区代表4区代表という形で出るらしいんですよ。これをですね、新聞社に聞いたら、こんなことあるかって聞いたら、もう聞いたことがないと。夏見よ、恥ずかしいね。みんなでね、こう集まってるところでちゃんと政策を訴えて話して、私はこう思う、それで皆さんに判断してもらって、じゃあ勝った方がしっかり頑張るよというふうな形になるはずなんですが、そんなことも知らせない。選挙というのはそういうふうに、やっぱり皆さんをどうしたいのか、どうしていきたいのか、私はそのために何をしたいのかということをちゃんとみんなで考え方を共有しないといけないのに、そんなことがしないで選挙に臨もうとすることがなってしまうということがとても不思議でありません。やっぱりそうだったのか。だから結局ですね、この選挙は最初から間違った選挙です。間違った解散です。でも解散して選挙がある以上、間違った選択をしてはいけません。だから私たちはしっかり割った上がる、まともやんどうという気持ちで、一緒に気持ちを合わせて頑張っていきましょう。ここだけの話ですけど、ここに私の義理の兄がいてですね、はい、わかりましたよ。いつもお世話になっていますので、金の皆さん、またこれからも、いや、臨時ともどうぞよろしくお願いいたします。はい、すみません。